Much World Studio。皆様お元気でしたでしょうか。由美子の歌は友達、麹町ワールドスタジオ、ちょっとお久しぶりですけれども、今日はまた素晴らしいゲストをお迎えして、お送りいたします。私は野崎由美子、そして、一緒にこの番組を、担当してくださっておりますギタリストの戸田圭一郎さん。こんばんは、よろしくお願いいたします。はい、さて戸田さん、今日はですね、はい、芸術の秋にふさわしいゲストをお呼びしております。私もずっと楽しみだったんですよ ね、 ぜひ来ていただきたいと思ってた。よかったですね、はい、よかったです、ご紹介いたします。観世流能楽師して方の角藤直隆さんと川口光平さんです。まずですね、舞手に角藤直隆さん、そして地謡で、川口光平さんの、実際のパフォーマンスからご紹介いたしましょう。それでは、能の舞、八島という姉妹をしていただきます。それではお願いいたします。今日の城のこと際立つ何の殿神の立根とやあらものものしや何は知りぬ思いぞいずる旦那らぬその船戦今は早その船や全部に帰る生き死にの海や一度に振動して船よりは時の声君が庭波の立て月に知らぬは剣の光牛に映るは兜の星の影光平さんですね。改めてご紹介いたします。観世流能楽師して方角藤直隆さん、
ただいま舞をやっていただきました。そして地唄をやっていただきました。同じく観世流能楽師して方の久さん、はい、健康のコンクリートの真っ白の中で舞ってくれたって本当大変だった。申し訳ないですね。もうなんかやっぱり勝手が違いますよね。普段は 木の、 あの舞台ですよね。まあ、そうなんですけども、はい、私たちその稽古するにおいて一畳あればできるっていうのを言われてました。あ、そうなんです。言われてますね。はい。一章の中で、はい、その中でも狭いから稽古はできなかったっていうのはちょっとやっぱお素人さんとかはやっぱりその三弦四方の本来の広さで、まあ、やってあげないとそのちょっと勝手が違うとダメなんですけども、うん、一応私たちはプロですもんね。素晴らしい。厳しい、はい、厳しい世界で、世界ですよね。ね、はい、今日は能へのいざないということで能の魅力をたっぷり披露していただきたいと思って、もう矢継ぎ早に私とですね戸田さんから質問をさせていただくと思うんですがよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずこの能、日本の伝統芸能ですけれども、はい、ホームページが、ね、ありまして能.com で能の魅力、能は継承されている演劇としては世界最古と言われる日本独自の舞台芸術で世界無形遺産に指定されているんですね、うん、芝居のみならず舞や、歌の要素も持つ音楽劇でありオペラと対比されたりもし、同じ楽劇でもその違いにはあります。やっぱりそれは違いますよね、オペラと、うんうん、また能面をつけて演じられるということで仮面劇だとも言えるということで、能の歴史の中でちょっと能の始まりとしてきたこの経緯を教えていただけますでしょうか。そうです、能と一言で今も、うんうん、実はいろいろな芸能が元になってできております、うん、それが有名な観阿弥世阿弥、室町のちょうど、室町時代の三代将軍けども、はい、その時代にさまざまな中世に伝わっていた日本の芸能をのいいとこ取りをして作った芸能なんです、うん、ので能の中にとてもいろいろな、なんでしょう、芸能の要素が詰まっておりまして、はいはい、そのごった煮のスープのような状態です、うん、それがだんだん、なんでしょう、演劇としての筋を深めていったといいますか、うん、ちょっとあれなんですけども、何百年もじゃあ続いているんですか、ね、今650年ぐらい続いているんです。650年、はい、歴史があります。だから世界最古です、ね、はい、そう、断絶せずに続いている芸能としては最古だと言われております。うん、はい、そうなんですね。で、一番発展したのは江戸時代ですか。そうですね、その室町時代にその何でしょう、足利義満という、はい、まあ、先ほど申しました将軍に金閣寺を作った方ですけれども、はい、にその観阿弥世阿弥というのが見出されまして、それ以来権力者、もともとは庶民の楽しみであったその芸能がですね、うん、権力者とに気に入られたというか、うん、それでその権力者を楽しませるような台本が書かれ始めた、うん、つまりレベルが上がっていくわけですね、うん、で権力者の方としてもどんどん能に接近していく、うん、それで何でしょう、世の中は武士の時代になります、うん、それが安土桃山時代が決定的だと思うんですけれども、その時代にその権力者というのは必ず式学、儀式の音楽というものを持たなければなりませんでした、うん、それまでの貴族の時代、公家の時代というのは公家は必ず全員が雅楽をたしなみとしてできたわけなんですけれども、その武士の時代になった時にじゃあ自分たちには何があるか、自分たちはその公家と同じように雅楽を演奏するのかとなった時に、そのあ俺たちは 武士はその能で行こうと決めまして、うん、武士の式楽が能になっていった、うん、ですから東北地方から九州の武士まで、ほぼ全員がその能というのをたしなみとしていったわけです、うん、それでそれが江戸時代に制度化したといいますか、はいはい、幕府によってしなきゃいけませんというふうに決まったといいますか、それで津々浦々日本全国に能が広まっていったということだと思います。その頃はもう江戸時代はもう武士 のものになって庶民はあまりしなかったんですか。そうだんだんこう庶民からその権力者
である武士の独占近い状態になっていったのではないかと思うんですけど、うん、あ、そうですね、だからちょっと今でもね、あの先ほどもちょっとお話ししましたけど、敷居が高い感じがする、なんか能ってなんかあの高、ね、あの見るのも高いんじゃないかって、で見てもこう分かんないんじゃないかっていう気がするんですけど、 そうですね、そんなことはないんですね。いや、あります。ただあのですね、はい、あのなぜ、うん、逆に申しますと、なぜそのような芸能が700年近く生き残ってこれたかというのをいつも思うんですけども、はい、おそらくその何でしょう、人間の本質的な部分を扱っていて、うん、非常にストイックなんです、そこに向かって、うんうん、そのいわゆるこう流行り、あの媚びがないんですね、時代に対する、うん、ですからその時代時代に媚びなかったために、そのなるほど、ね、時代を超えていけたといいますか、うん、いいですね、それね、なんか素晴らしいですね、やっぱり。美味しい。上から目線ですよね。その検証を見る方が勉強してきなさいっていう、はいはい、パソコン用語とかと一緒のような気がするんですよね。勉強してからっていう。そうかそうか。ただやっぱりちょっとこう学んでいくと、それに見合っただけの楽しみ方ができるというのは確実にあると思います。はい、なんかね、だからあの。こうなかなかこうその見る機会っていうのがね、あの見つけるの難しいんですけど、でもよくあのお寺とか行くと、あの滝技能の、ね、お知らせなんかよく看板とかにかかってて、なんかああいうところでやっぱりちょっと私なんか昔から一回行ってみたいなと思って、まだちょっと行く機会ないんですけど、結構そういう滝技能というのはたくさんこう野外でやってて、いろんなところで対照的に、ね、あとはだから能楽堂でご覧になるよりももっと肩の力を抜いて小的に見れるのも、敷居が低くなっていると言いますか、滝のとかそういうろうそくのの、もともとやっぱりそのもともとの形態が滝のとかそういう野外でやるものでしたので、うん、例えばまあその庶民が楽しんでいた時代というのは必ずその神社とか仏閣のお祭りでやっぱりこう出し物としてやっていたの近い状態だと思いますので、その一回敷居が高くなったその能というのが滝のとかになるにして、で演じることによって少しまた昔の敷居が低かった時代に少し戻る、うんうんうん、で僕たちの気持ちとしてもそのいわゆる能楽堂っていうのはすごくこう精密にできてまして、それが一回その野外の舞台とかに戻すことによって少し能がその演劇的にその娯楽だった時代の気分にちょっと先祖返りじゃないですけど、うんうんうん、戻ることが相互にあるのかなっていうちょっと思うと思いますね。滝技能を楽しむようになったのは割と最近なんですか、あの一般の人たちが滝技能、滝技能って結構多分秋になるとね、割と滝技能っていうのが多分そのまあこれほど盛んになったのは戦後のもう本当にこう数十年のことだと思うんですけども、ただやっぱお寺とか神社でその能を奉納するってことはもうずっとあったと思いますけども、うん、はいはい、そう、でも時代に媚びない芸術ってすごいすごいなと思いますね。なんかなかなかやっぱりあのね、世界中どこを探してもやっぱりこうたくさんの人に見てもらって、たくさんこうやっぱり収入を上げなければいけないと、やっぱりこう何が今一番流行ってるかっていうことをこう見て、そこに合うような、もうテレビってもうその最たるもんだと思うんですけども、そこをターゲットにこう来ると思うんですけど、やっぱりその媚びない芸術っていうのは素晴らしいなと思いますね、うん、やっぱり、うん、まあ本当に媚びませんね。本当に媚びなすぎて、あの説明不足なんじゃないかっていうぐらい、うん、そのある種不親切なんですけども、うん、例えば演技にしても後であの、はいはいはい、多分待っていただいたりもすると、はい、あの見せてお見せしたりもすると思うんですけども、はい、その非常にシンプルな演技しかしない、あの他のまあ演劇、まあ、日本伝統芸能歌舞伎だったりすると、例えば悲しい時に泣き騒ぐような演技をするところをですと、ちょっと表を曇らすというんですけど、はい、うつむかせる、で涙が落ちる時でもそのシオルといいますか、あの目頭を押さえるような形しかしないんですね。ということはお客さんがその中に悲しみとかっていうのをイメージしていかなきゃいけない、あ逆にイメージさせることによって、お客さん一人一人、つまり一つの演技がお客さんの数だけ表現を生むといいますか、なるほど、なるほど、だからもう皆さんが思ったのがその感情であったりとかっていう、自由に見れる、見る人がこう読み取る、作っていくみたいな、ですからイコール逆に
ご覧になる方もおのおのそういうに勉強してきてくださると余計そのいろんな何通りもっていうものになる。うん、お互いに作っていくといいますか、与えるだけではなく、なんかこう作っお客さんにも作ってもらわなきゃいけないし、自分たちもこうヒントを与えなきゃいけないし、お互いになんかこう相互作用があるっていうところをっていうことができるというお客さんをとても信用した芸能なんだと思います。あ、なるほど。だから逆にお客さんも ただ単に見るだけではないんです。その場面のいわゆるこうオーディエンスであったりとか、その曲にこう舞台装置になったり、舞台装置になって、お客さんが、お客さんを舞台装置にしたりする。例えば祭りに集まっている観衆とか、その中にその主人公が自分の子供がいるんじゃないかって見回す演技をしたりする。そうするとそのお客さんがもうすでに舞台装置になる。なるほどね。というようなそういう工夫もある。そのお狂言がその偉い人からお触れを出しなさいって言って、みんなこうこうこういうお触れが出たよっていうのをその客席に向かって言う。それもその周りのその民衆 の役であったりとか、そういうなんか面白い工夫といいますか。だからそのそういったこうイマジネーションっていうのは時代時代で古びていかないので、これが能ですっていうか、なんでしょう、もうなんていうか塗り込めたりってしまって、それがでは多分時代を超えないと思うんです。その行間がすごい行間がある表現っていうのは磨いてきましたので、その行間はその時代時代の人が方がお客さんが埋めていく、演者が埋めていく、すごいクリエイティブな芸能なんですね。そうです、見る方がクリエイティブなとこもありますね。ちょっと早速ですね、このお面を早く見たいと思っている、ね、視聴者の皆さんがいらっしゃると思うので装束とお面の紹介をしていただきたいと思う。お面って言わないで表って言うんですよね。能面もしくは表と能面をいろいろ私飛ばしたかもしれませんけども、まずこれを初期には表っていうのがすごく重要になってくるわけですよね。能というものよりも能面の能面というか、うん、のが先にあったんじゃないか。仮面を使う演劇というのはどちらかというと原始的な演劇が多いです、うん、芸能が多いです、うん、つまりその役に扮するときに役者のパーソナリティをである顔を隠しちゃう、うん、そういうことで役になりきるというのはすごくどっちかというと未開の土地で行われていることが多い表現だと思うんです、まあ、ギリシャ悲劇とかありますけども、そういう意味で能というのはそういう古い原始的な部分を残しつつ、それを極度に洗練されたということで、すごくこう世界的に見ても珍しい芸能だと思います。でここに今日角藤さんにお持ちいただいたんですけども、まあ能というのはその実際に生きている男性の役以外の役柄には能面を使います。つまり女性には使うし、幽霊、あと、少年、老人、まあちょっと、うん、これは今、今日は4つ、はい、あ、これお面の数え方って1つ2つでいいんですか？1体2体、1面2面ですかね。1面2面で、1面2面で、僕が今持ってこのピンクのバッグのこれが一番こう、なんでしょう、の面の中でもよくそうですね、見ると言いますか、ここから能というとこれっていうか、これ小面と言います。小面、小さい面と書きます。これはいわゆる少女ですね。少女15、6歳の感じで、見ていただく と、まず、まあ、特徴を申しますと、やっぱこのお歯黒をしている。うん、で、はいはい、眉毛を剃って高く描く、これが、はいはいはい、平安時代からの化粧、女性の高貴な女性の化粧法ですね。で目尻にもう墨を引く、抜いた。でこう見ていただくと結構下膨れで、でこの髪の筋を見ていただきたいんですけども、3本きれいに描かれてますね、はいはい、これが小面の特徴です。この髪が乱れてないというのが若さの表現で、はあ、そうなんだ、キューティクルですね。なるほど。で口角が上がっている、このこれが次の年代の若女になりますと、はい、
いうのは能楽師に見られて怒られるかもしれませんが、若女、これは若女、もう若女、若い女ですね、まあその通りなんですけど、年齢で言うと表よりも二十歳ぐらい、今でいう二十歳ぐらいだと思うんですけども、まあ昔で18とか10か微妙なところですけど、あとちょっとこうキューティクルじゃないですけど、この髪の毛描きといいますが、毛描きが少しこう乱れてきて、なるほど、いろんな思いを経験してるんじゃないかと。そのキューティクルっていうのがで、あー本当だ、化粧も同じですね。で、口角も少し下がってきましたね、若女になりますと。こっちか顔のツヤもちょっとない、はい、まあこれはツヤいろんなタイプがありますんで。あ、そうなんです、はい、ツヤが違いますよね、ほらツヤ、これはちょっとツヤツヤなタイプですよ、あのつくあれによって、ね、あ、そうなんです、もっとツヤツヤな若女もあります。あ、そうなんです、ね、あ、わかりました、はい、少しあの下膨れじゃなくて顔がスッとこう、いわゆる大人びた感じになっていく、ね、ここがね、目尻とかもちょっとスッと、はい、そうですよね、ほうれい線がないですね、これの次のほうれい線が出てきます、はい、ちょっと今日はないです、あ、そうですか、今日はあの、でこれがちょっとその写真にちょっと急に、え、急にちょっと、あ、そう、急にちょっと怖い表になります。あ、本当ちょっと怖い感じ、霊眼と言います、この、泥の目と書くんですけども、どういう意味かと申しますと、ちょっと見にく分かりにくいんですけど、白目のところに金泥が塗ってある、あ、白目が金色、金色に、あと歯の先見てください、ね、金色になってます、はいはいはい、病気の人の役ですか、これは、まあ、いろんな役に使うんですけども、うん、成仏した女性にとかにも使うんですけども、これは生き霊の顔ですね、生き霊、あのいわゆる生きて嫉妬の思いと生き霊か恨みとかっていうのが、そのギリギリ精一杯心に秘めた顔なんです。これがあと一滴そういう思いが落ちると般若になるような、角が出る直前といいますか、で能のなんで私の顔角出してなんで私の顔を取るの能面の表現として、目に金属がはまる、歯に金属がはまるというのはもう異界の存在になるということなんですけども、はい、これは異界の存在になる直前の直前ぐらい、目にその金泥が塗られているというのが、そのこれが歯にはなると金属がはまるんですけど、その直前のギリギリの顔、だからこんなにこう、ね、髪がすごい乱れて、もう、うん、そうですね、思いが乱れたようなこういう顔をします。気をつけないといけませんね、ああいう顔にならないようにはい、あ、そう、今のが女の人たちですね、女性、はい、ガーデニングはいいですけど、はい、デーガニングは良くないですすいません失礼しました、はい、いや、上手です。これがあの、はい、中女といいます、これは男性の表です、男性、はい、男性って先ほど申しましたように、実際に生きている壮年の男性には能面をつけないので、これは幽霊、まあ、有原成平を見してるんじゃないかと言われてますけども、これがあの、まあ、あの平家の武将の、何ですか、平家というのは公家化してた武士なので、その平家の武将に使う、あの、うん、頭の上に黒く塗ってあるところありますね、このこの辺り、はい、これは冠型というんですけども、あのいわゆる烏帽子をかぶった位のある人という表現です。あ、それを表現してますか、はい、この黒く塗ってるところ、はい、で、まあこれ見ていただくと分かるように女性の化粧法をしてます、眉を高く、ね、眉毛を高く、これあの平安時代の奥家さんはその女性の化粧法師だった、今あの女の格好した男性がいろいろいたりしますけども、もう平安時代から同じことやってたということですね。で、おでこにほくろのようなものがありますが、これはあの平家の武将に使う時の鉢巻きを止める、鉢巻きをするんです、武将、武士は、はい、それを止めるものなんですけど、今はこれがなくても鉢巻きは動かないような仕掛けをしてますので、これは今はいらないんですけども、様式として残っていると。この眉間のシワ、これはちょっとこう公家のアンニュイな感じ。ああ、本当だ。ちょっとこうシワがある。世の中に対するちょっとこう、なんでしょう。楽観的じゃないような、ちょっと悲観的な顔をしている。まあ公家の時代が終わっていく時代のその憂鬱みたいなものがちょっとこう。はい、あるんじゃないかなと思います。なんか細かいすごい微妙な表現をお面で、ね、この表ですでにこうしてるんですね。男性もやっぱり若い人と、それから老人とかいろいろあるんですか、うんうん、
少年の顔からもうおじいさんだけでも10種類とか、ああいろんなおじいさんが出てきます、ね、すごいですね。え、全部でじゃあ何種類ぐらいあるかって言ったら、細かく言えば100種類以上あると思います。すごいですね。これ今表を紹介していただいて、来ましたので、ちょっとじゃあそのまま続きで装束の方も行きましょうか。今日たくさん大変高価なご衣装を持ってきていただいておりますので、まずじゃあ、はい、縫い履くと言います。はい、縫い履くの意味は、わすごい、縫い履くですか。縫いっていうのは刺繍のことですね。刺繍と履くというのは金箔とか銀箔をしている、うん、た上に刺繍をしているので縫い履くと言います。うん、まあ、このこれ、まあ、紋尽くしという、まあ、タイプなんですけども、この黒地にこのいろんなこうアプリケのようにいろんなこう、うん、まあ、紋が刺繍してございます。まあ、豪華な、はい、すごいですね。この一つ一つのこのアプリケみたいなの刺繍、はい、これは意味があるんですか。これは、まあ、この装束を使う演目がありまして、うん、いわゆる鬼女、その霊眼、先ほどお見せした、はい、その息霊がこれを履いてたりしますね。これは上に着るというよりも履くんですか。履く、スカートのように腰に巻く、腰巻きという付け方で、まあ、着ることが多いと思うんですけど、はい、ぜひ葵の絵とか道成寺とかそういう名前 の、 そのいわゆる鬼女、鬼女が出てくるので、使うことが多いです。鬼女って綺麗、すごい綺麗 な、 なんかシックな、ね、お着物を着るんですね。非常にデザイン的にかっこいいなと僕はいつもこういうふうに思いますけど、はい、これが縫い履くです。はい、これちなみにお値段とかいくらぐらいとか聞いてもいいんでしょうか。聞いたらいけない。でもこのタイプ今作ると百数十万円です。これがちょっとお宝なんですけども、宝、はい、これ江戸時代の唐織という、あ、これうわ、すごい、すごい、持つのも怖いんですけど、唐織っていうのは文字通り中国の織とか、あ、その唐、はいはいはい、まあ、どういうのを唐織と申しますかというと、この刺繍のように見えますね、うん、この例えばこのもみじの部分とか刺繍のように見える、はい、これよく見ると浮き糸、織物って大体平べったい、平べったい、難しいですね、うん、浮き糸が出る刺繍の風に見える織り方なんです。この辺がこう、あ、糸がこう立体感がある、はい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 、でこれは非常に凝った装束で、このこれは江戸時代だと思うんですが、このまず地がですね、段になっている、うん、この基本的に地は萌え木緑だと思うんですが、この亀甲地が2種類段になってます。まず、うん、この濃い色と薄い色のこう段になってますね、はいはいはい、そのしかもその段の中の亀甲が非常に細かい模様になって、うん、そんな絵にこのハートマークのような猪目と呼んでますけど、猪目という模様の中にもみじが織り出している。すごい凝ってますね。非常に凝ったものです。ただしこれなぜこんな表存状態がよく江戸時代から現代に伝わってるか、多分想像するとおりによると、使いにくい、何に使うか難しい装飾だった。あんまり使った人がいないってこと、うん、あまり普段の女性、これ女性用なんですけども、うん、女性ものになかなか使いにくい柄なのかなという、うん、すごいおしゃれなんですけど、容器、うん、とか修羅物の着付け、修羅物の着付け、平家のおしゃれな、はいはいはい、修羅物の貴公子が着るのにはぴったりかなと思うんですけども、うん、はい、うーん、すごく僕の大好きな。これもすごいですね、なんか、うん、これも値段聞いたらせこいと思いますね。これはちょっと今作るとなると言えないぐらい。これが今までのは小袖と一本まったタイプなんです。これは大袖の長剣と言います、うん、
長剣。長剣、はい、長い絹、うん、これはもう毎あ長いですね。長剣です。で、今夏物のような着物のような折り方になってますけども、あのこれ夏物ですかってよく言われるんですけど、別にそういうわけではなく跳ねたりそういう演技。これすごく手が長いですよね、うん、だから手巻いたりするんですか。手が出ます。持ちしてる着方はするんです。なんかかっこいいですね。なんか今もこれ、うん、なんかちょっとあの銀座とか変な満員電車でビリビリになっちゃうかもしれない。この透けてて翻すっていうのは非常にこう美しいですよね。映りにくいけど透けててすごい綺麗ですよね。さっきのあのあれですね、あの気候の腹折りにこれ羽織ったりするかっこいいですね。そのうちなさってください。そうなんですね。これは麻とシルク、絹も入って、全部絹なんです。先ほどのお見せしたのも全部絹。金芯も使ってますけど絹です、うん、わあすごいですね。作るとなかなか、ああそうなんだ、ありがとうございます。本当ありがとうございます。重いですよね、うん、もうあっちょっと 触らせてもらえますか、戸田さん。ちょっとせっかくです。私のようないい、なぜこんなにこう豪華かと申しますと、はいはい、その江戸時代といいますか、あの安土桃山時代ぐらいからその武士が自分たちのおしゃれ心とか威信を示すために作ってましたので、いわゆるこう国家財政を傾かせるんじゃないかというような使い方とかしてるものだったりするので、やっぱりその今の僕らこの平社員農学士である僕らがその作るのになかなか金額的にも大変なもので、すごい、そうですよね。あだからでもそれだけあの武士がやっぱりこう目をかけて大切にこう養っていた芸能だからね、はい、うん、あのやっぱりそれだけ 長く続いてきたっていうのも、ね、やっぱりそこに武士も価値を見出したんでしょうね、うん、これは自分たちがやるにふさわしいというか。武士もでも偉いですね。それだけやっぱクリエイティブで長く続くもんだっていうところが分かってたんでしょうか、武士は昔。分かんないけど、そうです、まあ、だし、まあ、武士たちによってその高められたところもすごいあると思うので、そうなんだ。だから武士がやっぱりやることと、あと見ること、またそこで総合作用でやっぱ観客とやり巻いてというかがやっぱり高めていくものだと思います。武士すごいですね。武士頭が良かったんだ。あの人を切ってただけじゃないんですね。こうやってやっぱ芸能にもやっぱり目を向ける、こうそういうなんか心の余裕があったんです。まあでも面白いのはあのそのさっきあの重いんですけど結構重いあれですよ、ね、すいません ありがとうございます。なんか何キロぐらいありますかね。20キロぐらいありますか。そんなにはないと思います。甘いですか。武士あの能のジャンルに修羅物っていうのがあるんですけども、はいはいはい、戦をすると修羅道に落ちるぞっていう、はい、でその永遠に苦しまなきゃいけないっていう、うん、まあ、ジャンルがあるんですが、はい、その戦をしてその生き返った殺し合って毎日それを繰り返すという修羅道という、まあ、地獄道のちょっと上にあるちょっとマシくらいのところにあるところに落ちるというのをテーマにした修羅物というのがありまして、はいはい、武士たちは全員戦してますよね、はいはい、だから自分能の教えで言えば修羅物に修羅道に落ちるっていう武士たち、平家のその武将とかの役を自分たちで演じている、まあ、明日はどうなるか分かんないというその身の上でそういうのを演じていたっていう、なんか、なんか懺悔の気持ちとかあったんですかね、それ演じるということによってこうなんかあの贖罪されるっていうか、こうなんかどっか許されるんじゃないかみたいな、なんかそういうところあったかもしれませんね。で、ですよね、やっぱ修羅物のテーマとしてやっぱりそういう武将たちを救う、あと弔ってあげて救っていくっていう、そのやっぱり芸能の基本にあるその鎮魂みたいな、今僕らもそうですよね。だからそういうこうその役に対しての供養であったりとか、なるほどね、そういうお寺とかでもそういうこう今ずっとこうそういう滝見のとかそういうので奉納するっていうのはそういう意味合いがあったりもするんじゃないかっていうのもあると思います。そう、さすが伝統芸能って感じしますね。そうですね、そういうの、うんうん、先ほど能のジャンルってあのおっしゃいましたけど5つジャンルがあるんですっけ。脇能、まず初番目ものがそういうこう脇能といいまして、はい、まあ、あの基本的にその主役があの神様
が主役の曲、神様、はい、あの高砂っていう曲があって、はいはい、住吉明神主役だったりと、うん、いう曲がそういう初番目も一番目もありまして、はい、2番目が今さっき話に出た修羅物、修羅物、はい、戦物ですね、あの源平合戦の武将が主役になっている話、はい、さっき の, あの一番最初にお見せした屋島もその部類です、源の代表ですね、義経が主人公、それから3番目ものが皆様がよくご存知なあのもうザ・ノーみたいな感じのそのこういうゆったりした女性面をつけた、はい、幽玄な、幽玄なゆっくりとした女物、カズラ物、怖い怖い怖い、はい、これが3番目、3番目、はい、はい、そしてそれから4番目ものというのが、うん、まああの現在物、いわゆる今の時代、当然その役の人は死んでるんですけども、そのやってる舞台上では生きている、うん、死んでる人とかそういう人をこう主役にしていない曲、現在のだから芝居に近い演目などを集めたのが4番目、うん、はい、それから5番目もの霧の王といいまして、最後にこう派手な鬼とか化け物とかの退治する曲、はい、そういったちょっと最後に派手な派手派手な感じで、曲が雨物という、その5種類 の, あのジャンル分けになって、鬼で華やかに終わるみたいな感じですか、うん、はい、そういうのを一日でやってたみたいですね、一日でね、はい、ね、でその能自体上を取って関西流でらっしゃいます、その中の梅若会、ね、で、なんて関西流、コンパル流、金剛流、北流、宝生流と5つ流派があって、それがもう全国にで五枚手がいるということで、うん、いやでもじゃ結構盛んじゃない、盛んにこう今人気はこう衰えないんですね、やっぱりその土地土地に、うん、やっぱり愛好者の方がまだいらっしゃいます、うん、でもだんだん多分今坂を下ってる最中ぐらいからじゃないでしょうか、そうですかね、だこれからまた坂を登らなきゃいけないんですけど、そのためにあの、うんうん、若いお二人は頑張らなければ、うん、ね、若くもない若くもないんですけど、あ、そうで、どうしてそうだ能に出会ったかっていうのをちょっと一言ずつね、角藤さんは、まあ、お父さん、まあ、私は父親がずっとしておりまして、うん、まあ物心ついてから、まあ、僕は4歳が初舞台なんですけども、まあ言ってみれば猿回しの猿のようにやればご褒美を、おもちゃを買ってくれたりするので、それにつられてやってまあでもやっぱりこの世界やってみて川口くんも分かると思うんですけども、好きじゃないと続けられないっていうのがありますので、やっぱり子供の頃はそのおもちゃとかなんにつられてなんですけども、やっぱり好きで、高校卒業と同時にその僕らの師匠であります梅若六郎元正先生のところに弟子入りして、まあ住み込みで何年か弟子入りさせていただくんですけども、で一応今に至るという形です、うん、そうなんですね、もう能のやればやるほど奥深さが分かる感じですね、もうなんか泥沼にはまっていきますね楽しい苦しいみたいな、あ、まあ、そうだね、うん、で川口さんの方は、僕はもともと能の全く育った家庭環境には能はなかったんですけども、まあまあ、ひょんな昔からその日本の伝統的なものに興味があったのもありまして、うん、ひょんなことで能にここの割り具合ですかね出会いまして、まあ、大学に行きまして、その、まあ、狂ったように能の舞台を追っかけて見てたんです、うん、そしたらその今の、まあ、師匠でございあります梅若六郎元正先生の舞台に出会って、まあ、衝撃を受けまして、うん、あ、
こんなに素晴らしい表現が日本にあるんだと思って、うん、まあ、大ファンでいたんですけども、そしたら大学にその梅若先生と僕の共通の知り合いがたまたまいまして、うん、その人に連れて行かれて、そのまあそんなファンだったら梅若家遊びに行こうって言われて、うん、遊びに行っていたらある日その源証先生が川口くん手先器用っていう、あ、どっちかというと器用です、船の怒り作れるって言われました。で、船の怒りをこれぐらいの三つ股になったようなのを作ったんですけど、そしたらそれでいいっておっしゃってくださって、ある日電話がかかってきて、この間の怒り使うから見に行けなって言われて、見に行ったら怒りかずきというのを、まあ、怒り小道具で使う演目だったんですけど、まあ、僕が作った怒り、あれ僕が作った怒りだみたいなのが出てきて、そうこうしてるうちにある日こう、川口くんの好きでねって、はい、好きです。のやらないって言われて、あ、はい、やりますって言ってしまったので、大学出ましてから、あのさっき角戸さんがおっしゃったように、その数年間、まあ、何ですかね、住み込みの、非常に楽しい住み込み授業を、まあ、僕は6、7年間ぐらいでしたけども、はい、24時間のに使ってる感じですよね、住み込み。そうですね、やっぱり、うん、先生にもうあの雑用から何から運転手からっていう、うん、でうん、すごいですね。で、どうですか今もその先ほど角藤さん、あのだから泥沼に入って楽しいのと苦しいのといろいろなものがこうあるっておっしゃってましたけど、川口さんはどんな。そうですね、僕、まああのやっぱり見る方が好きで入ったんですけども、入ったというかまあやったんですけども、もう知れば知るほどの面白さが分かっていくというとちょっとおこがましいんですけども、僕らにも中でもその能っていうのはすごいな、面白いな、深いなっていうのが分かってくるので、これをぜひ皆さんと共有したいなと日々思って、どうしたらできるかなと。だからこういう機会っていうのはすごくありがたく、うん、はい、そう言っていただくと良かったですよね、戸田さん。なんか本当になんかただで、あのちょっとあの前も見せていただいちゃって、すごい大迫力で見えちゃいましたし、そうそう、はい、で、ですね、時間も限られておりましてですね、今日はぜひ私たちもちょっと前も本当は教えていただきたかったんですけど、ちょっと時間がないみたいなんで、そうですね、うん、歌いですの方を、ちょっと私と戸田さんに、あのテレビをご覧の、テレビというかこのユーストリームをご覧の皆さん、パソコンの前で一緒に教えていただきたいと思いますが、はい、がいいかなっていう感じです、はいはい、それでは先生よろしくお願いします。お願いします。じゃあ一句歌いますので、後に続いて歌ってください。はい、はい、タカさんおいや、この浦船に追われ、この浦船に追われ、この浦舟を上げて、月もろともにいで、月もろともにいで、潮の波の影や、地の島、遠くなるを抜きすぎて、遠くなるをの大きすぎて、はい、はあ、休みの家に、はあ、休みの家に、月にけり、月にけり、はあ、休みの家に。これ難しいですね、ここ今。一緒にやりましょうか、はい、一緒に、一緒に、はい、はあ、休みの家に、月にけり。ありがとうございます。すごい、なんか最後の方、こうちょっとなんかこう音程が
こう半音になったり、そうです。で最後ちょっと収まって、ああ、すごいすごい。これね、ちょっとこれあのこの記号だけで、これすみません高野さん、このこういうものでして、ここにこう今の音程が全部、いろいろちっちゃく書いてあるんですよね。節が書いてあるんですね。節が。これはあのどっちかというとメロディアスじゃない。歌いのタイプの強銀というタイプなんですけども、何ですか？強銀、強い歌い方というか、はい、弱銀というもっとメロディアスな歌いもあります。あ、ちょっとね、教えてください。ちょっと羽衣、羽衣、どっか途中からしょ。すいませんね、突然言っちゃって、ごめんなさい。浮島学物の、浮島学物の。浮島が雲の足だかやまや富士の高ねかすかになりて高さでこの迫力で この声を聞くとですね、すごいですね、もうビンビン響きますね。へえ、すごいラッキーでしたね、戸田さんとか。なんかこうね、すごいですね、わわわわわっていうの。この声の出し方に何かあるんですか？こう普通の歌をカラオケとかもこういう感じで歌われ、で歌うと笑われます。あ、じゃあカラオケは普通に歌うんですね。えすいません、なんかカラオケなんて言っちゃって。この声はどっから出る？声帯、お腹からっていう感じですか？お腹を締めて、締めますよね、やっぱり。でもよく、まあ、腹お腹から声出せってよく言われます。と言われてるんですが、腹式だけではないような気もする。すっごい、どこから出るんだろう、不思議。なんかもう体がもう渡ってる感じですよね。そうですね。ビンビン響いて。あ、でもやっぱり僕らその、だいたいこう出してると前からはそういう音をするんですけど、普通後ろ向いたら向こうに音を出してしまうから、後ろはあんまりちょっと音が小さくなったりするじゃないですか。でも僕らはその背中からも出てる。背中から声です。気持ち悪いですけど、すごい。どっちから聞いても変わんない。それ学びたいですね、私。ね、師匠、師匠の後ろで、師匠が歌ってる後ろで座ってたりとかしますと、本当に前から歌っててもどっちかわからないぐらい音が、360度から変わらない音程が、すごい勉強になる。なんかこう、大きな声出すというのと同時に声を引く、引いてこう、わーって声をぐーっと引くことによって、なんかこう、体を鳴らしてるような感じがするなぁという、先生の聞いてると、鳴らしてる、はい、うん、そういう感じですよね、はい、すごいですね。そうなんだ、なんか独特の発声だって、ね、なんじゃないですかね、多分独特ですよね、はい、わぁすごい、本当体が歌ってる感じだなって、ね、もう本当に近くで、うん、貴重な体験をさせて、ありがとうございます。これね、本当あの舞もね、本当はやりたかったんですけども、ね、うん、これまたいらしてください、はい、ぜひ、ぜひ呼んでください。あの、はい、あのこのお扇子をね、せっかく用意していただいたので、ちょっとあの広げていただいて、ああ、広げて、すいません、こういうお扇子を持って、大きいですよね、これがあの大きいですよね。でも杯になったり、刀になったり、盾になったり、これでいろいろなものを表現するんですよね。もうこれ本当にやっぱりもう皆さんに ぜひ見ていただかないと。もう本当この限られた45分間って45分過ぎちゃいましたけど、すいません。ではこうなかなかこう全部あのお伝えできないぐらいクリエイティブな芸術なので、はい、ね、
ということでないものがあるのではないかと。これですか、はい、これですか、はい、で実はでもこれは土曜日なんですけども、はい、うちの父親がしております、土曜日に11時から国立能楽堂というところでありまして、はい、父親の能のオバステという国に挑戦、はい、これ角藤さんが父親です。あ、はいはい、私はこのアマという曲の前して、うんと、少女乱れという曲の前囃子をさせていただきます。うん、なるほど、これはまだチケットがあるので、ぜひ皆様これをご覧になって、ご興味があって、ね、間に合えばぜひ、うん、そうですね、いらしてください。あとはこれ、これが来月、はい、もう一枚あります。これがこういう、はい、ちょうどまあ僕らのやって毎月やっています定期公演の別会といって、まあ、年に1回豪華な番組を出そうという催しなんですけども、それで直隆さんがアタカといういわゆる歌舞伎の勧進帳の元になった弁慶を主人公としたので、はい、まあ、直隆さんが弁慶の役を回れます、うんうん、あと師匠の菊慈童という、まあ、中国もののものがありまして、僕は道成寺という、まあ、よく能楽師の卒業試験と言われる、まあ、対局を鐘に飛び込む、主役が鐘に飛び込んで中で着替えるという、まあ、曲なんですけども、ほう、まあ、その対局に挑戦させていただくとなっております。へえ、すごいですね。これは場所はこれがもうチケット売れちゃったんですよ。まだ大丈夫ですか。なんとかこれ、東中野 の、梅赤能楽学院会館というところで、素晴らしい舞台です、はい、ホームグラウンドでいらっしゃいますね、はい、あ、そうですか。11時から、はい、11時からございますので、ぜひ皆様、ね、さてもう時間も来てしまいましたので、はい、じゃあ最後に一言これからの抱負をおっしゃっていただいてお別れしたいと思うんですが、こういう場も与えていただいて、まあ、僕ら、まあ、若くないんですけど、僕らの使命はその敷居を低くする、低くするということではないと思うんですが、そのやっぱり若い方にやっぱり元の炎というものの良さを広めていかなければいけないんじゃないかと思っております。はい、川口さんはいかがでしょうか。もう同じですけど僕は能、まあ、が好きで能楽師だった方ですので、まあ、この自分がもっともっと好きになって、うん、そのもっともっと好きになってくれる方々を増やしていけたらいいなと、てかそうしなきゃいけないなと、楽しさを伝えてい いければなと思っておりますので、頑張っていきます。よろしくお願いいたします。はい、ぜひ頑張ってください。私たちもぜひ、はい、拝見したいと思います。ぜひ必ず伺いたいと思います。ぜひ皆様も、この素晴らしい芸術 の舞台に足を運んでいただきたいと思います。はい、今日は観世流能楽師シテ方の角藤直隆さん、そして、同じく観世流能楽師シテ方川口浩平さんをお招きして、由美子の歌は友達をお送りいたしました。今日は本当にありがとうございました。これからも頑張ってください。ありがとうございました。それではさよなら。さよなら。Studio.